まあ、そこの最初のこう入り口を丁寧に丁寧に作って、まあ、いけてるっていうところがアイデミーのこう特徴なんじゃないかなと。なので一社の導入事例が他の会社でもどんどんつながりやすい。そう、石川さん、じゃあ後半の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず進行期ですかね。24年5月期の予想で出されているのがトップラインで21億5000万円、営業利益で2億7800万円、好調。特に何がいいとかあります？そうですね、やはり AI のコンサルティング事業の伸びが事業の全体の伸びを牽引していますね。過去教育研修の事業を通じて500社以上のかなり人材が育ってきたところはあるんですよ。社内ですか？社内で、お客様の社内の中のデジタル人材が育ってきた。ですので AI のプロジェクトをもっともっと走らせたい、生成 AI のですね技術も取り入れていきたいとか、外的環境の変化もあっていろんなこうプロジェクトの話がアイデミーに来やすくなっているんですよね。こうしたものが特にこう売上の伸びも牽引をしていて、そしてですねしっかり利益率も確保できるかなと思います。利益高いですよね。はい、まさに今キーワードとしてた生成 AI、進化止まらぬ生成 AI じゃないですか。はい、僕ちょっと気になったのが12ページですかね、直近出されたところにいい感じで伸びてきている。これはアイデアビジネスにサービスインしているような感じですね。我々自身も生成 AI を活用した機能をですね、アイデアビジネス主力プロダクトの中の1機能として取り入れて、そしてそれをお客様に提供しているというものでございます。まあ、もちろん僕たち AI の技術を分かりやすく伝えるというのもミッションなので、まあ、生成 AI、AI関連の教育コンテンツというのも作ってます。それだけではなくて我々自身もやっぱり生成 AI 活用しないといけないんじゃないかと、社内の業務効率の活用っていうところもありますけれども、自社のプロダクトに組み込んで付加価値を上げていこうというところも今挑戦をしているところでして、すでに110社以上にご提供開始しておりますけれども、はい、パーソナル AI アシスタントですね、こういった機能を今このアイデミーの中に入れているという状況です。なるほど。生成 AI のこのプロダクトを、まあ、単品売りしているようなものではないわけですね。既存プロダクトに組み込んであります。付加価値アップ、はい、付加価値上げて価格のアップ、実は、あ、実は上げます。はい、2024年の5月、ちょうどこのタイミングからですね、約 20% ほど値上げをさせていただいておりまして、素晴らしいですね。はい、コンテンツも増えてこういった生成 AI の機能も足しているというところも、まあ、あってですね、価格も改定をさせていただきました。結構機関投資家の方々値上げ好きな方多くて、ね、いやこれ本当に要はたる理由があるところは上げるべきだが考え方なんで、まあ、石川さんのところももう構造が育成から入って、でこのプロジェクトもその先に待っている中で、それは生成 AI 必要だよねっていうので、そりゃ価格アップしても払いますね。本当に、はい、ご協力いただいてかなりコンテンツも増えていますし、 AI を適用するテーマっていうのが増加している、これがすごく大きいと思いますね。まあ、あと我々の価格単価自体もアップしているところもありますけれども、1社あたりの受講生ですね、それも増えてるってことですね。増えているところもあって、基本的に我々のプロダクトって受講人数かける単価でフィーは決まっていますので、何人に受けていただくのかっていうのもすごく大事なんですよ。顧客単価という意味でですね、受講する人数もやっぱり今増えている傾向にあってですね、まあ、生成 AI 全員に使わせたいとか、これからデジタル技術当たり前にやっていいんじゃないかという話もかなりあるので、そういったところで単価も上がるし受講人数もこう上げていく、まあ、こういった部分でさらに1社あたりのですね顧客単価というのは上げていきたいと思っているところですね。いいことづくめで、今エンプラの導入、まあ、いわゆるその大手企業を中心としたクライアントが、まあ、最新の資料だと263社、はい、もう増えていくしかないです。増えてくると思いますね。1年間の取引者数が263社でして、うちエンプラがそのうちの 95%、 250社ぐらいではありますけども、特にやっぱり増加傾向にあるのが1年以上継続して契約いただいているお客様の数でして、これが今138社なんですね。いわゆるそのストック型で毎月もらうというイメージですよね。はい、基本的にはストック型で毎月もらいます。でここをやっぱ増やしていく、プロジェクト型の事業がですね今伸びてると申し上げましたけれども、AI のモデルを作ってもらうってやっぱり結構信頼関係ないと受注したくてもできないんですよ。内側見せるわけですもんね。内側見せることになりますし、本当に貴重なデータを我々に開示していただいて、そして僕たちが AI を作るということになるので、結構ですね長い間の関係性が続いてこういかないと、そういった話にもなりにくいというのもあるんですね。なので我々のアプローチとしては、まずは教育の事業アイデミービジネスを使っていただいて、はい、基本1年契約ですので、まあ、1年間契約としては続く、まあ、そうなると定例の打ち合わせポイントっていうのも出てくるわけですね。そうですね、導入のお礼があって、3ヶ月ぐらい経って皆さん受講率どうですかと、いきなり 100% ってことはなくてですね、怠け者というかですね、忙しくてどの世界にもね一定数当然ねいますからね、はい、まあ、いくら言ってもやんないやつもいますから。そした中で、まあ、お尻叩きが必要になってくるので、こういうふうにやっていきましょうっていうナレッジのシェアもあって、半年9ヶ月ぐらい経るとある程度のですね目標のゴールに達成して、じゃあ次どうしますと、受講生ですね大体育ちましたよねと、せっかくこれだけ生成 AI とか AI をですね活用できる土壌が出てきたので、じゃあ次のステージに一緒に進み
ませんかというところで、うん、このプロジェクトのご提案に至るというのが大まかな流れでして、いきなり AI のモデル僕たちに作らせてくださいって言ってもなんでってなりますし、たくさん AI のベンダーもありますし、 そうですね、あ、そんな機微な話できないよって閉ざされてしまうわけですね、はいはい、まあ、そこの最初のこう入り口を丁寧に丁寧に作って、まあ、いけてるっていうところがアイデミーのこう特徴なんじゃないかなと思ってます。そうですね、だから関係値ができてるっていうか、まあ、相互理解というか、まあ、その安心感があるから次のもっとコアな課題を開示してくれたりとかっていうふうにつながってるってことですね、うんうんうん、これも聞きたかったんですけど、 M&A これからいろいろとその積極的に検討していきたいっていうふうにいろいろ発表もされてると思うんですが、まず直近では去年ですかね、はい、1社ファクトリアル社を M&A すると、はい、M&A の方はいかがですか。これからもですね積極的に取り込んでいきたいと思ってます。目的っていうところでいくと、やはり採用というところでございまして、人材ですか。人材の採用ですね。我々累計で500社以上の大企業の顧客基盤があると、でプロジェクトの提案できる余地があると、うん、ただやっぱ我々でデリバリーできる体制がないと、うん、まあ、受注してもですねデリバリーできませんので、はい、これからの売上の伸びっていうのは、うん、チームを作っていくところっていうのも大前提になるわけですね、うん、こうした中で我々自身も、まあ、新規の人材の採用を進めておりますけれども、うん、さらに、まあ、インオーガニックなグロースとして M&A という形でアイデミーグループにジョインしていただいて、うんうん、まあ、そしてジョインいただいた会社とアイデミーの顧客に対して共同デリバリーをするっていうのが目的ですね。我々もこう M&A に取り組んでいく中でですね、うんうん、まあ、一定のこう割安性っていうのは入り口の部分で必ず大事になってきますし、うん、ジョインしていただいた後に事業を伸ばせるかどうかっていう部分の成長期待度ですね、はい、この部分両方とも合致するような会社を今当たっておりまして、うん、ファクトリアル社さんはもともと取引先でございましたので、我々のグループジョインしていただいた上で成長性はこう高まるだろうというところでですね、うんうんうん、まあ、価格面ものれの消費費を上回るような営業利益を出していただけるというところで、一定の割安性も認められるかなというところで、まあ、ジョインをしていただいたというところです。ファクトリアル社もプロジェクトデリバリーというか人材のデリバリーとかを目的とした M&A だったわけですよね、その第一弾、はい、そうです。昨今 AI のそこにポートフォリオされる上場企業どんどん出てきてますね、うん、近く見られる企業さんとかあります？ AI で上場されているような会社、パークシャーさん、うん、エクサウィザーズさん、プラスゼロさん、ヒーローズさん、アビレンさん、ね、アビレンさんも AI 人材育成に近いところですかね。そうですね、 AI 人材育成とか我々と同様の形でコンサルティングなども実施されておりますね。で上場も同期だっていうのもありますけれども、この昨今は石川さんの前編での話だと、うんうん、17年ぐらいから AI が実装化といいますか、みんなが着手し始めたタイミングで、うん、アビレンさんとかもその時期ですよね、まさにほぼ一緒ですね。近いですよね。その点で各社さんいろいろもちろん特徴あると思うんですけど、技術開発面だったりとか研究開発においてはアイデミーさんの特徴でいうとどういう部分がありますか？我々の特徴としては、うん、生成 AI を中心に AI のプロジェクトっていうのを今加速しているっていうところが特徴になるかなと思ってます。冒頭生成 AI のアイデミーでの取り組みのご紹介もさせていただきましたけれども、はいはい、他にもですね、例えばこの資料の14ページ目、うん、いろんなテーマを顧客と一緒にこうやっていると、うん、まあ、そうした中でも製造系の会社様の研究開発領域っていうのを我々ご一緒させていただくことが多いんですね、うん、やっぱりそれは教育から始まって、うん、受講生と伴走してやりますとなると、うん、お客様の中にエンジニアが多いような会社ってすごくこうシナジーがあるんで、我々より気に入っていきやすいんですよね、うん、この一例が化学素材系の分野でございまして、新しい素材を AI を使って探索するっていうテーマですね、うん、これあの複数の会社で我々デリバリーしておりまして、すごく注目されている領域ですし、結果も出始めています、うん、新素材の探索っていうテーマもありますし、性能予測、市場予測、あとは検査工程ですね、うん、素材を作ってから のプロセスも結構いろんな AI を活用できる余地がありますので、うん、まあ、そうしたこうリアルなアセットを持っているような会社ですね、うん、での AI 活用、こういった部分は非常にアイデミー得意領域であります。かつなんかやればやるほどナレッジノウハウたまるほど上がっていきますよね。上がっていきますね。素材の開発ってほぼ全ての製造系の会社様でされていらっしゃるんですよ、うん、なので一社の導入事例が他の会社でもどんどんつながりやすい。開示しているような内容でいくと、日本ゾーンさんという化学メーカーさん、うん、新素材の探索ですね、我々の方でご一緒させていただいたんですが、うん、まあ、そこでの事例をですね横展開したいというところで、古川電工さんという非鉄金属メーカーさんでも素材の開発に AI 使えないかっていうプロジェクトですね、まあ、ご一緒させていただいたりしておりまして、うん、もう素材分野での AI 活用というところ今かなり広がっておりますので、まあ、そうしたところでは我々アイデミーもですね一つの選択肢、パートナーの選択肢としてまあ上がりやすくなってるんじゃないかなと思ってます、うん、AI 銘柄ど本命の一社じゃないですかこれからもいろんな AI の活用のテーマたくさんあると思っていますし、我々の強みは顧客基盤が複数あると、500社以上の取引先、1年以上続いているエンプラで138社ございますので、うん、そこに対してもっともっと提案できる余地があると思っています、ね、うん、視界は明るいですね。はい、ということですね。ぜひ投資家の皆さんもアイデミー注目していただきたいというふうに思います。ということで今日はアイデミー代表の石川さんにお越しいただきました。石川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。